サービスからのお知らせです。作戦基地の方針に繰り返し違反する者は地域の安全確保のため安全地帯から排除されます。見逃しちまうぞ。邪魔はしない。へえ、あなたがディビジョンエージェント？まあ何、周りで繰り広げられている大虐殺についてはくよくよ考えないと。 LMB は舞台をロシア領事館に集めているよ。多くの人が挑み悲惨な最後を遂げたという事実もね。確かに彼らはあなたより多くの支援を受けていた。でもだから何、運命は無作為で無情なものだわ。人の力で変えられることじゃない。戦場にいるのはできる限りの情報は提供する。分かった。この辺りで一番の店だよ。不要な危険は犯すな。売れると思ったのにな。警備棟に必要なのは愛情とベニテス隊長。彼の人気は大したものよ。町から敵を排除するのに必要な情報と武器を提供してくれる。無事でよかったよ。技術棟はひどいことになってる。でもローズがいくつか秘策を持ってるみたい。復帰できればだけど。元 PMC よ。多分あなたが想像してるより物事をよく分かってる。きっと役に立つ。現状医療棟は使い物にならない。ウイルス研究者を迎え入れたらウイルス発生源の調査が可能になる。それに私たちが使う物資ももっと調達できるようになる。ものは何だ。ねえ、最悪よ。足がこんなことになったから。悪いけど現場には出られそうにない。でもやれることをやる。ここからね。どれほど現場に出たかったかなんてわからないでしょ。こんな時のために生涯を通して訓練してきたのに。でも想像してたよりひどいわ。私たちは人と親密になってはいけない。いざという時に邪魔にならないように。私もそうしたけど結局無理だった。情が移ったの。好きなの、人も街も。邪魔はしない。本当に一番の安さ、一番の装備見ていきなよ。引っかかってんじゃねえか。よく聞いて。私はマディソンスクエアガーデンがボートに乗っ取られてる。 JTF とセラが野戦病院として使用していたところに武装した敵が押し入った。医療スタッフを人質に取っている。彼らが必要だ。特に現場を指揮していたウイルス研究者のジェシカ・カンデルが。彼女を見つけて基地に送り、残った敵を片付けろ。エージェント、中には多くの敵がいる。医療棟を機能させるには基
人質に取られたドクター・カンデルとスタッフを基地に連れ戻さなければならない。ここで援護する。お前が医療スタッフを連れ出したら俺たちが護衛する。セキュリティにつないでくれたらカンデルの居場所がわかるかもしれない。侵入した。見つかるといいけど。カメラの映像は見える？カンデルとスタッフは負傷者の手当てをさせられている。だからまだ殺されていないんだ。敵は多い。でも遮蔽物をうまく使えば敵の標的にされずに片付けられるはずだ。カンデルたちはまだ上の階だ。ホビーズのキッチンに隠れている。ひどく荒らされてるらしい。父がこの有様を見たら悲しんだだろうな。昔ここで一緒に試合を見たのよ。
両親が生きてたらこんな目に遭ってたかと思うと。